大体プラモーラーを紹介したいと思います。まず、毎年海の日なんですけど、今年は海の日にちょっとトーナメントが入っているということで、今年は、今日の、秋山ユニプロの誕生日ということで特別にお呼びしまして、あとは、山の日に来ることになります、渡辺ユニプロです。皆さんおはようございます。お久しぶりです。ただいまご紹介いただきました46歳のプロボーラーの渡辺健です。毎年海の日なんですが、今年はちょっと6億イニングが重なってしまって出れないということなんですが、どうやら6億イニングもあと 2,3 人ぐらいジャニーズしないと出れなそうなので、ぜひ見る途中で見てもらえばよかったかなと思ってます。でも今日もキミプロのバースデーチャレンジということで、もうすごい楽しみにしてまいりました。キミプロとのダブルスチャレンジも久しぶりなのでね、もう振り切ってやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、29日にお誕生日を迎える秋山キミプロです。皆様おはようございます。49期生の秋山キミです。今日は朝からお集まりいただきましてありがとうございます。今日はバースデーイベントということで、今日お集まりいただいた皆様、本当に日頃からよくしていただいている方たち、若くて初めての方もいらっしゃいます。今日は渡辺健プロと、楽しみにしてきました。はい、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日は、ロッサンドの方は、2人のプロボーラーのトータル的に上回った方にプレゼントしますので、たぶんどうかな、わかんないですけど、頑張ってください。それでは以上をもちまして開会式終了させていただきます。皆さん最後までどうぞ楽しんでおかりください。よろしくお願いします。皆様方のご検討お願いいたします。
今日は呼びもつけてありがとうございます。そしてお誕生日お祝いしていただいてありがとうございます。来週でですね、私6月29日に29歳になります。はい、20代最後の年になりますので、オリンピックでもいい結果を出して、ね、ちゃんと20代締めくくりたいと思いますので、皆様ぜひこれからも応援をたくさんしてください。やって。